阿賀浦橋は、新潟県阿賀野市と新潟市秋葉区の阿賀野川に架かる国道460号の道路橋梁を、東詰側は、阿賀野市、下里、西詰側は、秋葉区中新井田に位置する。橋町942.4メートルを有する14連下のランガー橋。長らく、新潟県内で、 新潟県と新潟市が管理する国道、県道の中では最も長い橋梁であったが、2013年11月26日に開通したフェニックス大橋に抜かれた。2車線を有し、上流側、下流側双方に歩道を備えている。東京梁の下流側に隣接して、上越本線の阿賀野川橋梁が架橋されている。また、道路橋梁としては、 下流側には国道49号の新横雲橋が上流側の阿賀野川本流には万越自動車道の阿賀野川橋と新潟県道41号白根安田線の安田橋が支流の総出側には万越自動車道の総出側橋阿賀浦橋当初は目標として架橋された表名の阿賀浦はかつて西詰側にあった中間原郡阿賀浦村に由来している なお、赤浦村は1925年、中間原郡新津町に新潟市へ、編入へ編入して消滅している。1947年に発生した洪水で、橋桁が約80メートルにわたって流出したのを機に、沿線の住民が永久協へのかけ替えを求めて、運動を起こし、これにこうして県が建設に着手した。 そして1958年に原橋梁が開通。当初は阿賀野川に架かる西爪川にのみ、ランガー橋が架橋され、東爪川は河川敷の専用地内に設けられた築堤上を走破する構造となっていた。その後改修が行われ、1976年に東爪川まで橋梁部が延伸されて、現在の形となり、全面竣工した。 西詰め川は、阿賀野川の佐賀川堤防場を走行する、新潟県道17号新潟村松三線線が経由している。同県道は現在、北側の右越本線とは、阿賀野川橋梁から続く地区定を、堤防下でアンダーパスして交差し、南側の国道460号と、橋梁西詰めの中新田交差点で接続しているが、かつては、 堤防場を直進しており、上越本線とは、踏切で交差していた。だが1961年8月29日、踏切を渡ろうとしたトレーラーが、阿賀野川橋梁房に設けられていた、給水塔に接触して立ち往生したところへ、旅客列車が衝突して、橋梁のトラスが損壊、列車の機関士2人が死亡する事故が発生したことから、県道の踏切は廃止されて、 現在のアンダーパスに移設された。しかしこの改修によって中にい田交差点はクランク状となった上、旧来の交差点自体がもともと橋梁に沈め江側に近接して設けられているため見通しが悪いことなどから特に交通量が増加した1980年代以降は終日にわたり渋滞が著しくなった。このため県は1990年代後半から 中西田交差点の改良事業に着手2001年頃に十字路に改修され渋滞が大幅に軽減された。ありがとうございます。